それでは始めたいと思います。ちょっとお待たせしちゃってごめんなさい。今日はですね、グリーン関数の話をしたいと思います。綺麗に書けない。色とか変えられるのかな。グリーン関数です。で、この前ですね、N 回の線形微分方程式をやりましたね。例えば、この、N 回微分。それから、なんかこう、N 引く1の y の N 引く1。足すことの点点点点で、1の y ドット。足すことの A0 の y イコール、なんちゃら、みたいなやつ。なんかここに、関数があるやつがありました。で、もしも、ここが0だったら、0。で、もし0だったら、この時は、正時の、微分方程式と呼ばれました。これ線形ですね。線形。線形っていう意味は、こいつの解は、例えば n 個あるわけですが、n 次方程式の解となるので、ny2 から足すことの n 個あって、で、それぞれの線形結合になっていると。それらも解になっていると。こういう、なんていうのかな。関数の空間みたいな。y1、y2、y3。あ、ちょっとこれ紛らわしいですね。これは微分って意味じゃないので、あ、丸にしましょうか。これは解の方です。こういう、n 次元の空間になってると。ちょっとうまく見えないぞ、これ。いいかな。すいません、こうして。ああ、こうするとダメだな。この辺に書くと見えないみたいな。はい。それで、一般解ですね。ここが、例えばなんか fx みたいなやつがあったとき。で、これは、正時の解ですね。で、一般解は、例えばここになんかノンゼロのやつがあったとき、非正時の解ですね。で、そのときは、この正時解プラス、こいつが入ったところの、まあなんか1個だけ求めてくればいいと。なんか特解ですね。スペシャルなやつを何らかの方法で1つ求めればいいと。まあ何らかの方法で求めないといけないわけですが、これ特殊解と呼びました。特殊解。で、どうやって見つけるかっていうことですよね。とにかく、この非正時だったとき、なんか、まあ、目の語でもちろん見つけられたらいいんですが、一つだけとにかく、一つでもいいから、この解になっているやつを、見つけたいということです。で、その、どうやったら見つかるかっていうことですが、その、特殊解をですね、系統的に見つける方法はないんですね。だから問題ごとに何らかの方法で見つけるしかないんですが、それでも、なんかかなりある程度系統的に探す方法があります。特殊解をある程度、系統的になんか探す方法があります。に探す方法があります。それが、このグリーン関数の、おお、なんか消えちゃった。これが、このグリーン関数を使う方法です。で、それを今日はですね、勉強していきましょう。で、新しいページ、いきます。ここはね。
で、多分ですね、もう、知ってる、今までも使ったことがあります。必ずあると思います。ちょっと色変えてみようかね。例です。あれ？ごめん。おかしいな。例。それは、例えば電磁気のですね、こんなやつ。こいつが、なんだろう、マクセルの方程式の一番初めのやつですね。なんか電荷があったときに、どんな電場が作られるか。周りに、この金棒ですね。金棒。どんなものが電場が作られるか。っていうような式でしたね、これ。これ特徴的なのは次元によらないわけですね。この空間の。それで、まあ、これ微分方程式ですよね。で、これが、なんかその非正時な解ですよね。で、解解を求めるっていうことですよね。E はベクトルなので難しいので、普通はこういうふうにスカラーポテンシャルとして、ベクトルで使ってると難しいので、スカラーポテンシャルというのを新たに導入して、E の代わりにこいつを使うと。だから、こいつの2乗の φ。が、E0 分のローですか？で、これラプラシアンのことですよね。こいつがマイナス E0 ローですか。で、ここが0の、ここが0の、正時の解っていうのは、ポアソン方程式という名前がついてましたよね。確か。で、解解を求めるという話です。なんかさ、指が当たると消えるんだけど。もしも、ここが0だったら、if、こいつが0だったら、正時です。ポアソン方程式と呼んだ気がします。で、グリーン関数って何かっていうことなんですが、何かっていうと、すごいざっくり言うと、これ今微分記号、微分演算子ですよね。微分演算子。で、すごく大雑把に言うと、この微分演算子の逆数、みたいなものです。まあ、こんなようなものかな。言ってみれば。これがグリーン関数です。グリーンファンクション。で、これざっくり言い過ぎなんですけど、基本的にそういうものです。で、どんな風に解いていくかっていうことをちょっとアナロジーを言ってみますと、例えば、そうですね。3×X イコール2っていうのがありました。で、この X が知りたいときにどうするか。3で両辺割ればいいじゃないかっていうことで、まあもうその通りなんですが、この3を演算子だと思います。まず。で、ですね、まずこういうものを見つけてくると。こいつが1になるやつを見つけてくる。まあ3の逆数ですね、これ、逆数。3を演算子と見ると、まあ逆数ですね。まあ3分の1だったらいいわけですよね。3が演算子みたいなもんで、グリーン関数は3分の1になると。そうすると1になるでしょ？これすぐに求まると。で、元に帰って、ここ、X、元の式に行くと、X っていうのは、このグリーン関数3分の1に、こいつの3の逆数に、それに2をかけたものだと。ここね。こういうイメージです。こういう感じ。いいですか？まあ、僕も学生だった時に、学部生の学生だった時に、グリーン関数全然よくわからなかったんだけど、基本的に、演算子の逆数みたいなもんです。なので、この場合で言ったらどういうことかっていうと、まあ言ってみれば、こいつのグリーン関数、こういうものが、まあ1になりなさい。で、1っていうのはまあ関数にはないじゃない？ 1 じゃなくて、まあデルタ関数ですよね。1に対応するようなものが。なので、こういうもの。こうしとくと、グリーン関数っていうのは、おおよそね、こういうものだと。
という感じになります。じゃあ、ちょっと見ていきましょう。この例で見ていった方がいいと思うので、この例を見ていきましょう。まだこうですかね。次のページ行きましょうか。どうすんだっけな。こうして、あれ、ごめん。で、さっきの式もう一回書くと、こいつですね。こいつのファイっていうのが、マイナスの E0 分のローみたいなやつですね。で、これは、ラプラシアンのことですが、もともとこれ。こいつっていうのが、まあ、こんなことやらなくてもいいかもしれないけど、ちょっと復習しとくと、こういう、ナブラってこういうもんでしたよね。こういう微分演算でしたね。で、これのドット、内積のことですから、これっていうのは内積のことですから、デル X の事象を足す、デル Y の事象を足す、デル Z の事象ですよね。で、これは、ガリレイ座標で書くとこうだけど、極座標で書き直すと、こんな感じになりました。R 事象の TTR。それから、これ長さの2乗分の1になってますよね。で、こっち、シーターとかファイっていう方は、長さの次元持ってないので、長さの次元のものが、2乗のものが必ずこう入ってくると。で、TD シーターのサイン、地上シータ、ED シータ。足すことの R 事象。長さ事象っていうのがここに入ってきて、D 事象 D ファイの事象。アド関数と同じ記号になっちゃうけど。ああ、なんかこれ見にくいな。これ消えちゃうのかな。この辺あんまり書かない方がいいかな。見えてますか？すいません。大丈夫かな？はい。どうしようかな。これなんか投げ縄でコピーできるような気がしたが。こうして、どうすんだっけな。こうか。こうして、ペースト、こうか。どうしたらいいのかな。これで見えるかな？うん。これで見えるね。大丈夫ですかね？それで、極座標でラプラシアンを書くと、こんな風になると。で、さっきも言いましたが、正時の解っていうのは、こういうやつです。これはラプラス方程式という名前がついている。ラプラス方程式。で、こっち、一本こっちは、ポアソン方程式っていうんですね。これ非正時のやつだ。ポアソン式。あ、字が汚いな。さあ、で、こいつの解を求めましょうという話になります。まあ、昔、まあ、皆さん何回もやったことあると思うので、うるさいよとか思うかもしれませんが、まあ、ちょっと付き合ってください。で、これ、ファイの、まあ、R で書いていきましょうか。マイナス、こいつの、なんかこう、ちゃんとベクトルを戻して書きます。これの解。で、まず答えを初めに書いちゃうと、答えは、こいつ、っていうのは、4、パイ、イプシロン分の1の R 引く R ダッシュ。それから、ローの R ダッシュ。DR ダッシュ。まあ、こんな回になりますよね。で、どうやってこれを解いたかっていうと、グリーン関数を使う。解法です。
プリンファンクションを使います。で、さっきの定義からどういうものだったかっていうと、この式を見てて、グリーン関数の定義は、これのグリーン関数 R イコールデルタ関数だと、ここが。まあ、これマイナスちょっとここと合わせてつけてますが、だから、この三角の逆数みたいなもんですね。みたいなものです。で、もしも、これが分かってたとしましょう。こいつが答えとして、答えというか、こいつがもし分かってたとします。これが分かってたとしましょう。そうすると、このファイっていうのはどう決まるかっていうと、ファイの、R っていうのは、イプシロン0分の1のグリーン関数の R-8。これ3乗ってつけといた方がいい？このように求まります。なんでかっていうと、ここに、なんか違う色欲しいな。色どうやってやるんだ？お、終わったぞ。ここに、こう、三角を作用させてやりますね。ここに。この、両方に。こっちから、作用させて。そうすると、こいつの、ごめんなさい。いうのは、後ろの0分の1の、ここに三角。三角作用させたんで、ここに聞いてきますよね。三角の、こうなって、で、それから、R' の dR' 三乗。それで、ここはどうなるかっていうと、ここが、こういうふうに、これのことなんで、マイナスのデルタの R 引く R ダッシュのロー R ダッシュの DR ダッシュ3乗。で、ここは単にデルタ関数。ここの R ダッシュの R ダッシュで積分するけど、ここにだけいるっていう関数ですよね。デルタ関数ですよね。ダッシュを R ダッシュをダッシュ付きじゃないやつに置き換えなさいっていうだけの話ですよね。だから、イプシロン0分のローのダッシュなしにしました。おしまい。というわけで、この解、もともとのこの解になるわけです。いいでしょうか。さっきの類推から 3x イコール2を 3x3g イコール1としておいて、g は3分の1。っていうのを求めといて、最後、その2をかけた、みたいな感じですよね。で、じゃあ次行こう。それで、この微分方程式。じゃあ、まあ、こいつを求めたいわけです。この g の r イコールマイナスの dr。これの答え。これの答えは何かというと、まず答えを書いちゃうと、答えはこんなになります。4π R。長さですね。こんな風になります。これがこいつの答えです。で、ちょっと導出してみましょう。これをちゃんと表示しましょう。まず、R が not equal 0。原点じゃないときは、こう原点のところだけ、なんか、値を持ってるやつですよね。デルタ関数っていうのは。で、このとき、右辺は0ですね。0です。なので、このときは、見えてるかな？ G の R イコール0です。
で、今考えてる K っていうのは、もともとなんか電荷があったときに、あるところに電荷があったときに、時だけの話なので、これは旧対象ですよね。今考えている K は、今考えている K は、旧対象。はい。よいしょ。旧対象。対称性っていうのは物理で一番大事な概念の一つですね。なので、極座標、R と θ と φ。同じ φ って使っちゃって あかんけど、これは θ と φ には依存しない。極座標のこの角度依存性はないので、まあ R だけになりますね。そうするとさっきの、ラプラシアンありましたよね。こういう R 事乗分の1の dr から R 事乗分の dr。こんなやつ。で、こっから先が、この θ と φ 依存性のあるところですが、ここは考えなくていいわけですね。もうここまで考えればいいわけです。で、θ 依存性で微分すると、ゼロになっちゃうから。旧対象なの。こっち側は、もう、あったとしても、旧対象だから、必ずこう dθ とか dφ で微分したやつはみんなゼロになっちゃうので、ここは見なくていいわけですね。どっちみちゼロになっちゃう。ここまで見ればいいと。そうすると、かなり話が簡単になってきます。で、今、こいつをやりたいわけですね。で、これを入れてやろうと。この人。そうすると、式は、こいつの dr の、r の事乗の d、dr の、変微分じゃなくて、もう、微分で書いちゃった方がいいよね。gr、イコール0。いいですか？こんな式になります。なんか違う色とかできないのか。青があったぞ。で、これ見てて、で、これが0ですね、今。で、最後に微分してるやつはここなので、ここがコンスタントってことを言ってるわけですよね。ここがコンスタント。ここがコンスタントだったら、これ微分したら必ず0になるので、r 事乗の ddr、gr っていうのが、まあなんかコンスタントだと。c、コンスタント。ってことは、どういうことかっていうと、まあこれ、これはすぐ解けますよね。gr っていうのは、マイナス R 分の C 足す C ドット。まあ、やってやればいいけど、これこっちに持ってきて、R 事乗分の C でしょ？で、微分、R 微分して、ちゃんとやります？DDR G っていうのが R 事乗分の C ですよね。ってことは G っていうのは、マイナス R 分の C。プラス、なんか、コンスタントですよね。同じ記号が書いてあるけど。で、これ微分すると、R のマイナス1。だから、マイナスが落ちてきて、マイナスが落ちてきて、マイナス2乗になるから、まあ、こうですよね。だこれでちょうど合いますよね。で、それから、もう一つコンスタントがあるはずです。それで、これどうするんだっけ？こうか。これをちょっと投げ縄で。ありゃ。コピー。次のページに行きましょう。タブレットってさ、書くのなんかすげえ難しくない？もうちょっとあんまり好きじゃないんですよね。もともと字が。
綺麗すぎるので、ね。で、ここまで来ました。で、次。で、これ、なんで2つできたか、こう、コンスタント定数が出てきたかっていうと、今、2回の微分方程式を解いたからです。2回の微分方程式を解いたわけですね。そうすると、1回積分して2回積分するので、2つの積分定数がどうしたって出てこざるを得ないわけです。で、この C と C ダッシュを決めるためには、やっぱり2つの情報がいるわけですよね。微分方程式の2つの情報。まあ、初期条件とかそういうものが必要。で、今この場合、今ここですぐわかることは、このグリーン関数ってもともとポアソンの式だから、R を無限大に持っていったときに、このなんかその電波の効果、電波っていうかそのもともとの原点にある電荷の効果っていうのは当然なくなるはずですよね。だから GR は0になるべきです。そういう意味で、ここは0になると。だから GR はマイナス R 分の C ということになります。さて、じゃあ今度は C。あともうちょっとですね。C を決めたいわけです。で、C を決めましょう。で、C を決めるためにはですね、例えば半径 R の球で積分してやります。元々のこいつを。あれ？なんかおかしくなってるな。よいしょ。こいつを、あ、よいしょ。こいつを、元々の式が、このやつでしたね。イコールマイナスデルタ、こんなやつでした。で、これを積分してやろうと。半径 R の積分をしてやります。Q で積分してやりましょう。こんな感じ。で、今これですね。これはデルタ関数の定義で、これ1になるはずですよね。だから、もうここが1になるはずなので、マイナス1ですね。で、次こっち。で、デルタってあるので、なんか、デルタっていうか、これはこうでしたね。これ。で、こうなると、使いたくなるのが、これ、体積積分でしょ？体積積分で、こういうものがあったときに、もうどう考えても使いたいなと思うのが、ガウスローですよね。ガウスの定理。ここは空間積分を面積分に直したくなります。どうしても。今度は面積分にすると。ガウスローは、こいつのなんか関数か、ここのやつがあったとして、こいつの体積積分。体積積分っていうのは、R の3乗。こいつが、A の、なんかこの、面積要素みたいな、こういう、こういうものになると。だこれ長さの次元の3乗ですよね。で、これ長さ分の1ですよね。これは微分記号だから。ddx とか ddy とか ddz とか。長さ分の1。で、合ってるわけですね。ここの次元はカウントしなくて、ここ長さの事情。まあ、ガウスローも、ちゃんと次元、当然合ってるはずです。というわけで、1個長さが、長さ分の1の次元が消えて、ここで。で、1つだけになって、ここが長さ。体積から面積になりました。長さ2乗の次元になりました。で、こうなったと。で、今、これを Q で積分しているので、どうなるかというと、どうなるかというと、半径 R の Q の積分をしたかったわけです。ここね。Q。半径 R の Q で、Q の体積積分が Q の面積積分にここでなったと。もう書けんな。これ詰まってるやつね、中身が。これはピンポン玉。こっちはボーリングだった。で、そうすると、こいつっていうのは、4πr の2乗かける、
それから、これですか？こいつの、で、G っていうのは何だったかっていうと、これでしたね。マイナス、こうですね。で、これは何かというと、4倍 R の2乗と、で、これは、R で微分してるやつ。極座標でやればいいので、R で微分すればいいので、マイナス R 分の1を微分すると、R 二乗分の1ですか？ね。マイナス R 分の1の微分は R 二乗分の1ですね。だこうなると。そうすると、ここ消えるので、4πc になります。で、4πc イコール、ね、元を返すとこの式を見ていたわけで、こう見ていたわけで、見ていたので、4πc イコールマイナス1という式になります。というわけで、どうなったかというと、ここから分かったことは、4πc がマイナス1だから、c っていうのはマイナス 4π 分の1ということが分かったと。というわけで、G っていうのは元を返すと、ここに C がこれ 4π、マイナス 4π 分の1でしょ？ってことは G っていうのは何だったかっていうと、4πr 分の1。まあ、R っていうのはこいつの、絶対値でしたよね。大きさでした。だから、こういうことになります。いいですか？というわけで、このグリーン関数を使うと、まあ、特解がこんな感じで求まるわけです。さて、それで、ちょっと待ってね。ここまでなんかあるかな？いいかな？なんかパソコンがおかしいんだけど。ごめんごめん。で、まあ、今日はそのパーソン方程式をグリーン関数の例としてやっていきましょう。もうちょっとちゃんと、今もちゃんとやってるけど、もうちょっと見ていきましょうか。もうちょっと見ていきましょう。今見てるのはパーソン方程式ですね。青にしようかな。こいつ。これが、マイナスイプシロン分のロー。で、こういう特解。2回の微分方程式で、この特解を、グリーン関数を使って求めたいと。ちょっともう一回まとめ、今どんなことをやったかっていうと、こういうグリーン関数をまず用意したわけです。こういうやつ。ここ X とか R とか書いていきましょうか。なので、グリーン関数っていうのは大雑把にこれ分の1みたいなもんですよね。言ってみれば。で、それでうまくいったわけです。それでですよ。こういうのってやっぱりよくわかんないじゃん。その微分演算子分の1とか、微分演算子の逆数って言われても、やっぱりよくわからないですよね。で、非常にわからないし、見通しが悪い。わけですね。なので、どうしたらいいかっていうと、思い出してほしいのは、複素関数の流数積分の時に、ユカーポテンシャルを導いたじゃないですか。思い出すと、こいつですね。ダランベルシアンに質量上の波動関数があって、これが、なんか G デルタみたいな。こういうのをやりましたよね。ゆかわさんがノーベル賞を取ったやつです。で、あれもグリーン関数を使ったわけですね。グリーン関数で計算したわけです。で、どうやってやったかっていうと、こいつですね。この微分演算。こいつのグリーン関数が、まあ、デルタになるようなやつ。
を求めておいて、求めたわけです。求めておいてから、この G 倍したわけですね。ってことをやったんですよ。で、あの時どうやってやったかっていうと、こんなやつ。やっぱりこんなやつっていうのは、まあ、よくわからないわけですね。よくわからない。なので、あの時やったことを思い出すと、何をやったかっていうと、フーリエ変換したでしょ。フーリエ。フーリエ変換。これはやっぱりわかりにくいわけ。フーリエ変換すると、ここが数になったじゃない。ここがさ、運動量とか波数とかに。まあ、この場合だったら運動量になるよね。予言モメンタムの2乗みたいな。ここは。p ミュー、p ミューみたいな。で、運動量とか波数とか考えた方が、はるかに楽ですよね。考えやすいですよね。微分演算を考えるよりは。というわけで、フーリエ変換をやっていきましょう。さっきはフーリエ変換しなくてもできちゃったんですが、解けちゃったんですが、基本的にはフーリエ変換した方がやりやすいです。で、それをやっていきましょう。まあ、どういうことかっていうと、まあ、ここまで、こんな感じでしたね。こんな感じでしたね。それで、で、どう解いたかっていうと、ちょっともう一回復習していきますが、これ見えてるかな？見えてるよね。大丈夫だよね。この φx っていうのは、x にしようかな。まあ、r にしようか。dr ダッシュの g の r 引く r ダッシュの、まあ、なんか、例えば s っていうなんかものがあったとしましょうか。s の r ダッシュの dr ダッシュ。で、これがちゃんとポアソン方程式、こいつ。を満たすっていうことは、さっきと同じように、ラプラシアン。まあ、S というか、これ、まあ、ローにしましょう。ローに。で、ラプラシアンをこう作用させてやるわけですね。こいつを。こうすると、これ、イコール、この dr ダッシュ、作用させてやって、まあ、これ、さっきと同じ式なので、あまり意味ないけど、で、ここがデルタ関数、マイナスか。マイナスのデルタ関数。r-r ドットになるので、こいつの r、r ダッシュでこう積分してるけど、r っていう点だけに、このローがあるっていう式になるから、だから、マイナスのローの r。で、元の式になるわけですよね。解にちゃんとなってると。いうことです。で、これをフーリエ変換とその逆変換を使ってやっていきましょう。まあ、フーリエ変換どんな感じかっていうと、まあ、思い出してもらって、例えばなんか F、まあ、どうでしょう。波数にしましょうか。まあ、モーメンタムだと思ってもいいですが、F、R、E のマイナス i, k, r, d, r。そうすると、この逆変換っていうのは、これがフーリエ変換で、逆変換は 2π の、この次元によりますね。積分する次元、空間の次元によります。d 次元だったら d。で、f の、k。まあ、これチルダーとか書いといた方がいいですかね。こいつの e の i の k, r の dk。これで元通りになると。この変換が正しいことはいいですかね。例えばこれをここに入れてみればいいわけですね。入れてみましょうか。こいつを、ここに、入れてやるとどうなるかっていうと、こいつは、2π の d 乗の
こいつで、で、ここの代わりにこいつを入れてやると。ポスト D の R、まあ、ダッシュと書きましょうか。D、R、ダッシュ。それから E の I、K、R、R 引く R ダッシュの D、R、D、K ですね。ごめんなさい。DK。で、ここで、こいつですね。こいつ。こいつっていうのは、まあ、デルタ関数の定義ですよね。以上のデルタの R 引く R ダッシュ。なので、元に戻るわけです。これデルタ関数ですからね。R の代わりに R にしなさい。で、2πd もここでこう、キャンセルしてくれると。だ元に戻りますよって、この R。引数も、このアーギュメントも R' から R になりなさい。っていうのがこのデルタ関数ですよね。よろしいですか？じゃあ、この、こいつ。さっきの、これですね。こいつをフーリエ級数で、フーリエ変換で解いてみることを考えます。で、G の R っていうのは、2π の t 乗分の1の G のコマチ。変換したやつをチルダーで書きましょうか。さっきみたいに。E の K の R の dk。で、デルタ X っていうのは、2π t 乗分の1の、エクスポネンシャル ik r の dk。で、これを、ここに、こいつらを、ここに、ここと、ここに入れてあります。そうすると、どうなるかっていうと、ちょっと投げ縄でコピーして、よっこらしょ。やってみてくれ。やってみてほしいけど、これ入れてやりますね。押すと、ここで2回微分出てくるじゃないですか。これは空間の微分だから、こいつが2回落ちてきますよね。2回落ちてくる。だから、ここに入れてやると、結局ですね、この、あ、もちろんこれが完全性がある。ってことが必要ですけれども、G チルターの K っていうのは、K 事乗分の1ということになります。なので、G の R っていうのは、2πd 分の1の K 事乗分の1の E の IK R の DK。まあ、見たらわかると思いますが、2発落ちてきたやつと、まあ、あとここはみんな人、同じですからね、この全部。まあ、こんな感じになりますよね、どうあがいても。というわけで、GR っていうのはこのように決まるわけです。じゃあちょっと二次元の時を、
2次元と3次元の時やってみましょうか。さっきは3次元空間の時やってきましたが、2次元空間でやってみましょう。まあ、2次元空間という意味は、なんだろう、その、例えば Z 方向が、うわ、なんかおかしくなったぞ。これ、皆さん聞こえてる？大丈夫？大丈夫ですか？字が汚いね。K の事情。でしょ。二次元っていう意味は、まあ本当に二次元っていう意味もあるけど、例えばこう、こっち方向、三次元方向が無限に同じものだったら、同じもの。例えばずっと続いている、こう、線とか、ずっと続いている、なんかこう、面とか、こう同じものが、同じものがずっと続いているってことは、そっちの自由度は、もう死んじゃってるわけですね。カウントしな、見なくていいわけです。そういうような状況もあります。だよく無限に長い線を考えるとか、なんか、電荷密度はどうだ、こうだっていうのをやったことがあると思いますが、そういう時ですね。よし。じゃあこれ、またちょっと投げ縄でコピーをして、なんかおかしくなってる おもろいな。変なもんが、ついてますが。ここまで来たよと。よしよし。じゃあ二次元でやってみましょうか。二次元でやってみよう。一次元。その一。二次元。二次元。まあ、D が2ってことですね。ということは、二次元の G、R っていうのは、2π の2乗。で、ここですね。ここ。この K の、今二次元だから、まあ、この K、K の座標っていうのは、まあ、極座標みたいに書きましょうか。K の大きさと θ としましょうか。まあ、角度、その K と、K と R のなす角を θ っていう感じですかね。そうすると DK っていうのは K の DKDθ ですよね。こうですね。それで、そうすると、これか。ここが、K、D、K、D、θ。で、ここが K の事乗。で、ここが、KR コサイン θ。になりますね。汚ねえなぁ。KR をコサインした。なので、まずこの K とこの K が消えるから、K 分の1 の DK。まあ、K、DK。K は0から無限大。それから、0から2π の、こっちのとこですね。こっちのとこですね。e の i, k, r, コサイン、シータの d, シータ。それで、まあ、これなんですけど、これ後で、この後や、の授業でやっていきますが、これはベッセル関数ってやつで書けます。で、これまたやりますね。これベッセル関数です。ここを書きます。こうです。というわけで、見えてるかな？これは、イコール、
これはっていうか、この G ですけど、ここにイコール書くとなんかよくわからなくなるね。ごめんね。こうして、イコール、2π の、あ、ごめん、2π の、2π ベゼルなんだ。だから、2π 分の1の、k 分の、e、k のベッセルの0から無限大になります。あ、まあ、この定義どんな感じになってるかっていうと、こんな感じです。2π。あ、これ 2π じゃないや。ここちょっとちゃんと書くと、π の j の 0kr っていうのが0から π の e の i, k, r, コサインシータ、d シータ。これが、なんか定義ですかね。定義というか、ベッセルの満たす性質です。例えば、岩波の数学公式集なんかにも出ていますが、このやつ。で、ここまで来て、どうしようかな。だからこの辺が 右のあたりが、見えないんだよね、多分この。あ、ズーム録画してるとこの辺も出るのかな？まあいいか。どうしようかな。どうしようかな。次のページ、このことを覚え、でもやっぱり、やっぱりちょっとあれだよね。コピペした方がいいよね。こうして、あれ、時間大丈夫かな？まだ大丈夫だ。おかしここまで来ました。はい。それで、この式ですね。この式を R で積分したいわけです。こいつか。ああ。こいつを R で積分したい。ここは G の、GR でしたね。G の R。ちょっとごめん、なんか書けないな。GR。で、これを、R でごめん、R で微分します。R で微分します。そうすると、こっちをまず R で微分するから、G の DR。これが、2π 分の1の、ちょっと待ってよ。そっか、こう。DR で、この中身ね。この中身。2π 分の1の0から無限大の k の dk のベッセル。それで、このベッセルの性質、これも、やりますが、ちょっと先は、まずは天下り式に、ちょっと数学公式集にあるようなもんだと思ってしまって、これが、まあ、こうなると。これ0が1になるんだね。これが1になって、こんな感じになると。で、こいつを用いると、まあ、ここがこう、微分で落ちてきますね。なので、この式っていうのはどうなるかというと、これを使うと、マイナス 2π 分の1の、0から無限大の j の 1krdk。こんなふうになると。
で、これは、2πr 分の1の j の0の kr の0から無限大。で、こいつは実は 2πr 分の1に等しい。まあ、ここでどんな式を用いたかっていうと、このベッセルの式なんですが、この kr の dk っていうのが、これ k です。k。ちょ、字が汚すぎるな。こうか。なんかこれ iPad で書くのってすごい難しくない？なんか。苦手なんですよね。j の0の kr。まあ、これを用いています。ここで。で、まあ、これもこのベッセルの性質なんですが、答えはこのようになると。というわけで、結局どうなったかっていうと、この GR、二次元のこのラプラシアンの答えっていうのの、グリーン関数は、マイナス 2π 分の1のログ R ということになります。なので、こう求まったと。なので、例えば、こう線、無限に長い、面、線密度、線電荷密度が、ロー。ごめん。ローじゃない。シグマの電荷を持つ。線電荷。この単位長さあたり、シグマっていうなんかこういうやつを持っている。持っている電波っていうのは、これを使えばいいので、スカラーポテンシャルは、もともとのスカラーポテンシャル。こうですよね。要するに、こいつイコール、これ分の、で、ここグリーン関数がこれだったでしょ？デルタだったでしょ？で、これが求まったわけ。これで。ここで。あとは、これ掛け算すればいいだけで、2π 分の1の、まあ、だから、イプシロン0分のシグマになって、で、ログの r。ということになるわけです。よろしいでしょうか。これは2次元の時ですね。で、3次元の、さっきの、やつを、もう一回、フーリエ変換でやり直してみましょう。これか。これをもう一回ちょっとコピーしましょうよ。時間、まだ大丈夫かな？ああ、もうそろそろやばいのかな？ちょっと急ごう。これ、ああ、ちょっと待てよ。これいかんな。ごめんね。なんか。カメラでさ、この机をやるやつをあるんだけど、なんかうまく機能しなくてさ、今日。入ったよね、本当に。急にできなくなるとなんか本当に困るよね。よし、3次元やるぞ。時間は大丈夫だろうか。あとちょっと。まだいいのかな？ちょっといいのかな？はい、やってみましょう。今度は3次元行きましょう。3次元行きます。2番目。3次元。まあ、だから D が3っていう時です。これさっき解いたやつですね。これをフーリエ変換でやってやりましょう。で、3次元なので、この K っていうのが、K とシーターとファイみたいな感じで書かれると。で、X じゃない、R と K をなす角度を、まあ、シーター。と取るとすると、dk っていうのは、まあ、k 乗の dk サインシータ、d シータ d ファイ。まあ、こんな風に書けるんですかね。で、コサイン、
コサインシータってのはしょっちゅう出てくるので、もうこれをこうミュート置いてしまいましょう。何回も書くのめんどくさいので。そうすると、まあ、ここでもう、ここで入れてやります。G の R。2π の、まず3乗ですね。それから、0から無限大の dk。dk。iPad で書くのってもう本当にしんどいな。なんかもう、朦朧としてくるんだけど。で、dμ。これコサイン。ね。よくコサインってしょっちゅう出てくるので、もう μ とかやっちゃいましょう。2π の dφ の e の i の k r μ。これいいかな？さて、それでこれは、2π の、2乗を計算するのかな？ 0 の π の dk の er, d, k, kr 分のサイン kr。こうなる。こうなる。ちょっとやっていくとこうなる。で、これは 2πr、2π 乗分の 2πr 分の1の0から無限大の dt の t 分のサイン t。こんな感じになります。で、これは実はやったんですよね。複素積分の時に、流数定理を使って解いたやつです。原点をこう、なんだっけ、避けて通ってやったやつ。で、この答えは、あれだったんですわ。ここが、この流数積分してやった。もうちょっと思い出してもらうと、ノートは絶対あるはずなので、2分の π になります。というわけで、というわけになると。これ、ここが。なので、答えは2分の π だから、4πr 分の1。ね、さっきと同じのが出てくる。これ、こんなふうに簡単にできます。嬉しい、嬉しい。まあ、フリー変換した方がね、やっぱり、なんか、簡単じゃ簡単だよね。で、最後に、まあ、時間あるのかな？まあ、あるよね。もうちょこっとだけ。最後にですね、一次元の時ちょっとやってみましょうか。一次元の時。あ、わかったな。一次元。頭おかしがってね。こういうこと。3番目。1、2、3も数えられないんかよ、お前って感じだけど。やばいね。やばすぎない。1次元、D が1です。で、これはですね、さっきの公式実はなんかすごく使いにくいんですね。まあ、X と書きましょうか。もう、なんか1次元なんで。で、G の X イコールマイナスデルタ X。これさっきの公式、本当使いにくいんですよ。これもう一番初めに立ち戻ってやった方が良いです。で、これ x が not イコール0以外は、さっきと似てますね。で、右辺は0ですね。なので、これどういうことかっていうと、gx は、まあ、こんな感じになるはず。x が正の時はこうで、マイナスの時はマイナス ax。こんな風になってるはずです。デルタ関数。これ0ですからね。今、右辺0なので、なんか、まあもちろん定数があるかもしれないけど、ちょっとそこは置いといて、少なくとも1次前ですよね。で、1次前だったら2回微分したら0になるし、2回微分したら0になると。だこう、こんな感じになってるはずだと。で、これは、デルタ関数って基本的に、対称ですよね。横に。こんなやつですよ。だから、ax と書いたら、こっちは逆のマイナス ax。まあ、三角みたいになって
いい？こんな風になってるはずと。さて、元々の式、この式があります。で、この式を、そうですね。じゃあ、x がマイナスデルタ。まあ、これ、デルタっていうのは、マイナスデルタ。まあ、こうしていきましょうか。から、x がデルタまで。マイナスデルタからデルタまでこう積分してやると。デルタちっちゃい数。積分する。字が汚いよな。僕、ノート手書きしたらもうちょっと綺麗なんですよ。黒板で見てもらってる通り。まあ、黒板汚いよって言われるかもしれませんが。すいませんね。こいつを積分します。そうすると1回積分するので、こいつの dx のマイナスデルタからデルタ。で、今デルタ関数だから、マイナス1になるわけですね。これ。こっからここまで。これデルタ関数が時々にあると。原点に。で、これをここにこう入れてやるわけですね。入れてやる。そうすると、どうなるかというと、これですよ。1回微分したら a でしょ？で、1回微分、こっち1回微分したらマイナス a でしょ？ってことは、a-a- マイナス a だから 2a ですね。が、マイナス1ってこと。マイナス1。ってことは、a は、マイナス2分の1。というわけで、g っていうのは、何かというと、マイナス2分の1のこういうことになるわけです。これが一次元の時のデルタ関数になります。デルタ関数、こういうわけ。グリーン関数。この、ラプラシ、ラプラ、ラプラス、ラプラス方程式の、グリーン関数になります。あとはボケてるわけ。本当。ごめん。というわけです。はい。やっぱりこっちのはいいね。パワーポでパパパパってやっちゃうといかんね。こんな感じでやっていきましょう。おかしいな。本当はさ、カメラがあってさ、ここでの手書きでノートで、それを写そうと思ったのに、今日何回やってもうまくいかない。なんか今日はちょっと、機嫌が悪いみたい。来週までにちょっと直しておきます。あ、ごめん、そう、来週もちょっと、オンラインになっちゃいますか。本当申し訳ないです。なんか質問あります？一旦ここで切ってから、また動画にするので、質問聞きにくいかったら、一回ここで切りますが、じゃあ切りますか、一回。もう時間もあんまなくなってきたぞ。じゃちょっと待って、ね、今、録画やめるね。録画やめるぞ。録画どうやってやめるんだ。録画をやめる。あんまり聞いてる、参加してる人が少ないけど。レコーディングを。